どうもピオキングです。今日はこのコースやっていきます。トロールファクトリーガマシの工場ということですね。でこの制作者さんは魔王ひし形さん。いや多くね、魔王ひし形さんのコース遊び率多くね。いやそんくらいぐらい素晴らしいコースをいつも作ってくれるからついつい遊びたくなっちゃうんですよね。で実はですね、1時間ほど前ぐらいかな、へその下あたりが超激痛で今日実況できないかなと思ってたんだけど、いきなりそれがスッと消えてね、何だったんだろうねあれ。まあ今度は僕が皆さんを笑い転がしてお腹を痛くする番ですよ。無理だろうけど、それじゃあやっていこうか。クリア率は 0.92%。 そんでさ、僕コーヒーがめちゃめちゃ好きで1日 3,4 杯は飲んでるんだけど、いつもねデカフェなんよ。でデカフェじゃないやつをもらって飲んでるんだけど、相当トイレが近くなったね。おいおい、こんなかなんか隠してんだろ、デカー開幕クリマンジャー。絶対クリボーかテレサだって思うじゃん。こんなにでかいやつだなんて聞いてねえって。はいどうもこんにちは。じゃあハイヒールを履いていきましょうと。でここは Z って書いてるけど、絶望の Z か。そういやね、前回の動画めちゃめちゃ雑談が多かったと思うんですよ。まあありがたいことにね、そういうのが好きですっていうコメントもいただきました。でもね、あんまりそうそうのマリーネ、あんまりねそういうのが多くなってしまうとただの雑談になってしまうんですよ。だからそういうのはなるべく控えていこうかなと思います。最近3キロ痩せたんですよ。コロナになってからかな、コロナで3キロ痩せるってめちゃめちゃヤバくない？これは左か。これ以上痩せるとまずいんですよ。170センチ手前で体重50キロぐらいしかないからね。やばくない？めちゃめちゃ痩せてないから。そういうパターンか。いやね、めっちゃコメントもらうんですよ。故意的に体のすごい大きい人が、もしくはめちゃめちゃマッチョの人のどっちかだと思いましたってさ。いやめっちゃ痩せてるからな、これでも自称高青年を名乗ってるんだからな。右に行くわけないじゃないか。最後だ、やめて。こんな面白いコメントももらったんですよ。絶叫にバイブレーションがかかってないですかって。いやそれわざとやってるんだよ。例えばさ、あーっていうのとあーっていうのじゃちょっと違うよね。これね、喉にタンを溜めるような感じでそれを潤滑油にしてます。どうでもいいんだよそんな情報、汚い話すんだ。じゃあ上か下か2分の1やねんか。クリボ、お前は踏むことはない、分かってんだ。このとんがりコンガー。ならもし次絶叫する時があれば、喉を震わせない形の絶叫でやっていきたいと思います。そっちの方が意外とみんな聞きやすいかもしんないもんな。っていうかこれ罠に引っかかる予感しかしねえって。ポンポンポンって言っちゃっていいの？いくよ、ポンポンポン。いけちゃった。優しいね石形さん、これ中間ポイント、やった。中間ポイントまで流れが早かったね。右と左どっち今かいかね。どうも、そうなんよ、喉が震えなかったら高くなってしまうんだよな。じゃあここは右に行っちゃおうか。正解なんじゃない？左だったらブブー、あ、ここ隠しブロックがあったっていう感じなんかな。2分の1当てることができましたよと。こいつは何？バーボー。読みましたか、マリアさん。抜けれません、バーボー。マリア、バーボーって言うたびに出される俺の身にもなってみろ。まったく腹立たしい。こっちはな、ピーチ姫の世話だけで忙しいんだ。間違えた。普通にボンミスしてしまったわ。ここさ、かぶっていけばいいものを投げてしまうっていう。情けねえところを見せてしまったな。まあ僕はいつも情けないところしか見せてないわけなんですけどね。なんだここは、ヒントみたいな感じかな。上矢印書いてる。あ、これさっきの場所なんじゃない？このブロックのところコインがあったよね。そこに行けばなんかあるみたいな。もう戻れないよな。あ、やっぱ戻れねえし。ていうか何これ、死体験みたいな感じ、この隙間に入れみたいな。これうざ、これダメだって、これ人はさマジでダメだって。うざ、むざ、むずいって。お前ちょろちょろしてんじゃねえよ。はい、たる、まる、そろ、ひとまず、やったー、死に体験ベンチを舐めるな。ならば右のコインを取れば何が変わるというのでしょうか。上から敵が降ってきてツタが出てくるとか。あれ、何も変わってなくない？あれ、こっちじゃなかったのかな。もう一回ヒント見ていい？ヒント見たらやっぱり、わかった、これで戻れば砲台が出てきてますみたいな。コインを取ることによって砲台が出てくる。やっはっはっは。いや面白いね、ナイス作りだと思いますよ。さあこの P ブロックがなくなったらそろそろ中間ポイントにあると思います。かけてもいいね。150円ぐらい、どうだ。
150円あげる。何もしょうがないから、外した僕が悪いもんね。でもさ、これ見てる全員に150円やったらさ、僕いくらなくなるんだろうね。あー、仮に3万再生やったとしようか、かける150っていくら？450万円。いや絶対無理だよ、そんなの。そんなに持ってないって。もう450万円あったらさ、スイッチいくつ買える？150個ぐらい買えるんじゃない？もうスイッチに囲まれた幸せな生活できるじゃんか。ここはどうだったっけ？音符を叩いてすぐ右に行けば確かオフが変わった。オッケーオッケー。そしてこのハテナブロックを叩けばいいんじゃねえの？そういやさ、今年かな、それか来年ぐらいにスイッチの後継機、まあスイッチ2が出るって聞いたことある。僕ね、ネットかなんかで見たんだけど、それ本当なのかなって思って。でさ、マリオの40周年がもうすぐあるじゃん。まあそれも今年なんかな。そん時に僕マリオメーカー3が出ると思うんだよね。さあ、ここのハテナを叩いたらダメだって。いや、叩いていいのか。で、下に行かなかったら大丈夫で、この玉に乗って上に行っちゃおうか。玉に乗らなくても大丈夫っていう話ですね。さあ、土管に入っていきますよと。今度こそ、じゃあ、運転は右上遠くないかな、ママ。でもみんな任せて、右上に中間ポイントがあるじゃん。あそこまで一発で取っていきたいと思いますよ。これはいけんのか、トランプジャンプみたいな感じですけど。まったく、いい加減にしてよね。トランプジャンプができるかなと思いつつも罠に引っ掛けてくる。なかなか凝った騙し方ですね。でもそんなんで僕が悔しがるなんて思うな。いくつ罠に引っ掛かってもな、僕からそれが魚なんだよ。いじかな、魚カーニバルマイフィッシュボンバーガラダパンプキン、エラマメパンプキンガラダ、はい、どうもこんにちは。ヤッホなんで言ってんの、パンプキン枝豆パンプキンってなんで、まあ、走ってていいので、ドアに入るのよ。ここは簡単だな。さあ、次も走るでいいんじゃねえの。はあ、つららの裏に床があったとか、わかるか、そんなの。ならば何もしないで、ここに床があったんだよな。いや、何よ、え、床があったんじゃないのこれ。あ、あるね。あ、この3つだけかな。いや、一番左だけないパターンかもしれないね。さあ、ドアに入っていきますよと。これで先に進める。ドガには入れるね。いや、本当にやりやすいな、このトロールコース。つたつかまる、うますぎるこの罠が。そういや、ゴールデンウィークの後半かな、僕ちょっと日本にいなくて投稿頻度が少なくなるかもしれない。まあ一応ね、ノートパソコンは海外に持っていくつもりなんだけど。じゃあ、どっかに入っていくか。どっかに入れませんか。これ反対じゃねえか。やるやん。いや、そんなことやってるとね、みんなマジで優しいから、投稿なんて気にせず海外旅行ゆっくり楽しんできてくださいよって言ってはくれるんだけど、そんなみんなが優しいからこそ投稿したくなるっていうもんですよ。ちょっといいこと言わなかった。さあ、感動して涙していいよ。お、羽が入ってんじゃん。この羽を取れ。ピンポーン、お邪魔します。ガロのチビになってまだまだお邪魔します。ゴールなんじゃない。さすがとお店のゴールよ。いや、絶対にゴールあると思うね。あ、いや、ないか。あのさ、ドアの中なんじゃない。あ、いや、合ってる。喋っててよかった。この上は何もないのか。あれれ、ブロックが壊れたね。ならば右が正解か。もうね、右のブロックが壊れるっていうことは分かってんだよ。この上にはいけない。そうだ、どうぞ。あさっきと違うやんか。いよいよ分からなくなってきたぞ。右のハテナ壊れるのは分かってる。で、ドッスンも来るよな。だから走っていっちゃおうか。走っていってドッスン出てこない。なんで今度出てこないの。まあいいや、ここで壊れるのは分かった。で、上に進めるっていうこと。なんで左のブロックを壊したらドッスンが出てくるみたいな感じなんかな。いや、そういうわけでもない。で、なるほど、このタイミングか。よし、いけ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 。よっほほほ。ピンクコーンいると思う。絶対いらないと思うんだよな。まあ取ってみようか。いや違うんだって。ここ隠しブロックはないけど、すぐ上にブロックがあるね。だから左から右に取れっていう感じなんじゃない。いや、当たるんかい。このピンクコインは取らないでいいっていうことが分かったんで、ドアに入っていきます。次はなんだ。こんなの避けれるわけないでしょ。そもそもよ、このトゲゾウどうやって倒したんだっていう話だよな。何もしないでおこうか。あ、ブラパが出てきてくれたんだね。そしてこのバネは何、待っておいたら右のブロックが開くとか、そういうこともあるかもしれない。だからちょっと待っておこうか。
特に何もならない。じゃあ上に行きますよと。で、メットをかぶりの？うわ、あのガリガリなんかゴールありそうじゃない？ないかな？うわ、ないか！絶対あると思ったんだけど。じゃあこっちにゴールがある。ただ文字だけある。めちゃめちゃ難しそうな知り耐久来たんで、やっぱりあのガリガリなんかゴールだったんじゃねえか。え、これさ、ちょ、いや、むずっ。これめちゃめちゃむずいよ。いける、これはいける。マジでカットしていいかな、それか。これね、一マス飛びっていうのかな、2マス上に飛ばないように。しかもさ、この一マスの音符を抜けろってめちゃめちゃむずいんだよ。ちょっと待っちゃって、持ち方変えてくるわ。はい、今ね、めちゃめちゃやりやすい持ち方に変えてきたんだけど、これだったらいけるかもしんない。あと1個だったのに、あと1個だったのに。俺がトロール飯だ。もう分かったもんね、その中にゴールがあるっていうことがよ。だからここで何もしなかったら最後全然下が回らなくて、なんて言ってるか分かんなかったんですけど、無事ゴールできました。今回は最高のトロールコースありがとうございます。はい、それじゃあ作るコースは黒コース、ドントトラストザアロース過去30セック矢印を信用するなということですね。まあこのコースはスピランだから、一瞬で矢印じゃない方を見極めて進めっていうコースなんじゃないかな。いや、地味に難しいんだよな、こういうのって。それじゃあやっていこうか。クリア率は 2.3%。 まあ右向き禁止っていうこともあるかもしんないんだけど、スピランだから多分それはないと思うんだよな。反射神経の達人を舐めるんじゃありませんやろ。噛みすぎだって。あ、上上上上。バカか俺は。ちょっと集中させて、これマジで集中しないと難しいかもしんない。これは上下下で上で、これは下だろ。もう分かっちまえばね、簡単なんですよ。矢印と違うことをするだけ。ここはジャンプ。はいよっと。むずいのよ、瞬間的に矢印と Z を見極めるとなんてさ。さあ、これで先に進んだ。で、次は下、上。よし。で、これなんだこの矢印。しゃ。で、真ん中に乗らなかったらいい？それで大丈夫。で、今度は下だろ。よしよしよし。で、今度は、あこういうのってさ、どういう覚え方が一番いいんだろうな。結局、引っかかって違う場所に行くっていう覚え方になってる。トロールコースと一緒じゃねえか、それ。で、時間がないよ。やったどけいや、マジで意味わかんない。ここまで減速するところなかったんだよな。まあ、懸念があるとすれば、最後手を離したぐらい。だから、ここで左を進歩してみようか。ここで、シャいや、適度な難易度ですごく楽しませていただきました。どうもありがとうございます。はい、それじゃあ次のコースは黒コース、カロンがマリオに逆襲した1の1。説明文に着地禁止って書いてるんですよ。だからカロンの行動を踏み続けて1の1をクリアしろっていうコースだろうね。そんでさ、気になったのがタグがない。シングルプレイとかテクニックとかあるじゃん。そんなんつけないと検索してもらえないよ。お前には関係ねえんだよ。それじゃあやっていこうか。クリア率は 1.14%。 まあ意外とクリア率が高いっていうことは、結構カロンを設置してくれてるんじゃないかな。で、着地禁止の位置の位置、僕初めてするかもしんない。さあ、始まった。着地禁止ってことは踏む順番が大事になってくると思うんだよな。で、カロンのコーラやっぱ結構設置してくれてるね。こんなんだったら簡単にクリアしちゃいますよと。で、このビッグカロンがあるじゃん。このビッグカロンは倒れないから安心。で、次ここが鬼門かもしんないね。ここさ、上から行けないのかもしんない。下から行ってみようか。長くで、これさ、勢いで行った方がいいのかもしんない。待ってるとさ、カロンの甲羅が結構動き出してタイミングがずれちゃうんだよな。だからここもジャンプして、右のカロンを踏みます。で、トロッカー行かない。よし。で、ちょっと一旦落ち着こうか。もうコインコインだって。これは右に届くかな。いける。うん、いけるね。で、右に進みます。あ、こっから結構簡単になってきてるような気がする。カロンめちゃめちゃ多いじゃん。これはもうゴールできたんじゃないかな。いや、これ物にしないで頼む。いけー、いけー、よっしゃいや、これめちゃめちゃうまかったんじゃない？結構クリアテイク早かったよね。3、4回でクリアできたんだけど。いや、素晴らしいコースでした。どうもありがとうございます。そしてご視聴ありがとうございました。ちょっと
っと待った、1の1といえば4つ目の土管にショートカットがあると思うんですけど、このショートカットは設置してくれてんのかな。ちゃんと入れるじゃん。なんか嫌な予感がするですよね。